私は、時代に希望をもたらす光を求めて、長い間各地を巡ってきたわ。傭兵の仕事をしながらね。そして長い旅路の果てに、ようやく出会えた光がたると。あの子を守るためなら、私はどんな危険も厭うつもりはないわ。私はリズ。イタリアから来た傭兵よ。 名字うん、そうね。今はただの律ということにしておいてもらえるかしら。ありがとう。着実に前に進んでいる感じがするわ。魔力は最高潮よ。この調子を維持しておきたいわね。 共に歩みましょう。太陽が再び輝き始める日を目指して。タルトの故郷の村で過ごした日々は、かけがえのない思い出よ。あまりにも居心地が良すぎて、長く居すぎてしまったかもしれない。タルトはすごい力を持っているけど、それだけ魔力の消耗も激しいの。 私の力が増したことで、あの子が戦わずに済むといいのだけど。体中に、これまでに感じたことのない力が満ちているわ。行きましょう。タルトと共に。フランスに光をもたらすために。ありがとう。心まで強くなれた気がするわ。 生まれ変わったような気分って、こういうことなのね。キューブとは長い付き合いよ。タルトと出会う前から、英雄になれる素質のある子を探して、一緒に旅をしていたのよ。ありがとう。この新しい力があれば、私は希望を。 カルトという光を守ることができる。この過酷な時代を生き延びて、無事にこの日を迎えられたことを感謝しないとね。待っていたわ。今日も新しい一日を迎えることができたわね。さて、体がなまってしまわないように、軽くお稽古でもしましょうか。 起きたのね。いい心がけよ。いつ敵軍が襲ってくるかわからないんだから、眠いだのなんだのと言っていられないものね。お時間あるなら、一緒にお昼にしましょうか。食べられるうちに食べておかないと、戦闘が始まったらそれどころじゃないわ。 私が操るのは影。でも影は光が強く輝くからこそ存在できるもの。明かりが消えて暗くなってくると、私も少し心細くなるわね。私はもう寝るわ。魔法少女だとは言っても、肉体が消耗すれば回復に魔力を使うことになる。夜更かしは、 あまり好ましくないの。今では聖女様と呼ばれているけれど、タルトは相変わらずぼーっとして、初めて出会ったあの頃から、あまり成長していないみたい。どうしたのいつもより遅かったようだけど。いえ、別に怒ったりしていないわ。 ただ、何かあったんじゃないかって、心配していただけ。そろそろ出発の時間ではないかしら。相手が魔法少女でも大丈夫か、ですって。残念ながら、戦い慣れていると答えざるを得ないわね。リズッと呼び捨てにしてくれて構わないわ。 一緒に戦う以上、あなたは対等のパートナーなのだから。タルトは魔法少女として破格の資質を持っているわ。つまり、彼女の背負うべき人々の運命と因果は、とてつもなく重いということなの。キューベって キューブのことね。場所や時代によって呼び方が違うのかしら。タルトは天使様だって信じきってるけど。フランスは一人の女によって滅び、一人の少女によって救われるという言葉があるそうよ。タルトがその少女だというのかしらね。 メリッサはタルトの従者だけど、歳も近いし、友達だと思っているわ。キューブが目に見えていたし、魔法少女の資質があったみたい。タルトにはね、カトリーヌという妹がいたの。私はその子を守ることができなかった。償いきれない過去の一つよ。 私はイタリアのビスコンティー家に生まれたの。祖父は違法から来た傭兵で、それなりに名の知れた軍人だったわ。良くも悪くも、ね。タルトは希望の光。私は、その光に寄り添う影であることを選んだ。たとえこの命を捧げることになろうとも、私は、 タルトを守るわやるしかないみたいねなんとか勝てたようねこんなものかしらおごってはダメようん一体どうしたの あなたもタルトと同じで、酔うと抱きつきまになる口かしら。はしゃぐのもいいけど、ほどほどにね。これは、夢なんかじゃないわ。キューブ、あなた天使だったのしかし、ひどい柄の旗ね。タルトは本当に欲がない子よね。私は傭兵よ。 イタリアからフランスへ来たの。ラ・ピュセルか。タルトはすごい人気ね。